お世話になります。一人でございます。6月2日に鎧の孤島などの情報が公開されましたが、他にも非常に重要すぎるプレゼントが始まりました。これはアナウンスが少ない割にガチ対戦をやってる方には超重要な情報だと思います。それはポケモンホームと剣盾を連携すると、スマホ版の不思議な贈り物からなんと夢特製の御三家が受け取れます。やり方ですね、多分ポケモンホームの方でまずは連携をしていきます。私すでにポケモンホームと連携させていろいろやったりするんですが、今の状態でポケモンホーム見ても更新がなかったので、新しくやる必要があると思います。はい、それで、まあ読んで OK。 はい、でこれで多分ポケモンでソードと連携しますと、情報によると1匹でもなんか預けとけば連携される扱いになるらしいですね。適当にだから1匹でも預けとけましょう。はい、記録しましたと。スマホ版のポケモンホームを開きましょう。下の3本線のメニューのところから左側の不思議な贈り物ですね、これをやれば多分できると思います。プレゼントボックス行こう。あー、できてますね。有効期限、無期限、なので焦る必要はないですね。でこれ多分御三家3体受け取れると思います。1体ずつね。なのでやっていきましょうか。一応はい、これでやっていきますと、あ、やっぱりそうですね、猿のりをプレゼントということで受け取っていきましょう。 OK、 猿のりにニックネームをつけない。 OK、 どうなる？あ、できたかなこれであれ、こんなあっさり受け取れちゃうってことですね。で次やってみましょうか。はい、これでヒバニーですね、受け取ると。はい、ニックネームつけない。あれ、こんななんかプレゼントみたいなのないんだ別に。はい、これで受け取ると。はい、でニックネームつけないと。でこれで戻っていきまして、はい、そしたらちゃんとポケモンとか、あ、いますねこいつら。ちゃんと多分スイッチの方が見やすいので、スイッチで見ていきましょうか。 OK、 ソードと連携して、あ、いますね、ちゃんといました、いました。じゃあこいつらちょっと剣盾に移して見てみましょうか。これで、終わるですね。はい、じゃあ剣盾で見ていきましょうか。はい、いました。これ鈍いですね。攻撃と素早さが私は最高でした。でこっちも鈍いですね。メッソも鈍い、サルノリも鈍いでございます。全部モンスターボールですね。ですので多分全部鈍いだと思いますね。じゃあ中身見ていきましょうか。はい、中身見てみますと、はい、ヒバニ5レベでございますと。で中身見ていくと、リベロ来たやばいでしょ。リベロめちゃめちゃ強いですよねきっと。自分が出す技と同じタイプに変化するっていうことで、これはマジで超環境を変える可能性ありますよね。すでにヒバに強いのにこの特性出たらちょっとどうなるか分かんないですね本当に。はい、で体当たり鳴き声、技は別に普通ですね。で陽気な性格でございました。これもいい性格ですよね多分。だから多分性格もちゃんといい性格になってるかもしれないですね。リボンとかは持ってないですね。はい、で次メッソンはどうなってるかというと、はい、スナイパーですね。攻撃を急所に当てると威力がさらに上がる、まあ、これは正直言って微妙だけど、まあ狙い撃ちだっけ、あれとかとコンボみたいな感じですかね多分。で技ははたく鳴き声で、まあ普通のやつですね。で控えめな性格なんで、これも多分またちゃんといい性格になってるんじゃないかなと思います。でリボンは持ってない。はい、でサルノリもリボンは持ってなくて、で普通に草タイプの5レベのモンスターボールで、グラスメーカー来ました。登場した時にグラスフィールドを張り巡らせるということで、なかなかねこいつもね強くなるんじゃないかなと思いますと。はい、で引っかく鳴き声、これも普通ですね。意地っ張りな性格なんで、性格もやっぱりねこれいい性格なんじゃないかなと思います。ですのでこれは確実に受け取った方がいいね個体ですね。でどうやらフリープランでもできるらしいので、まあ、確実にやっときましょう。まあ、ここまでね超重要とか言ったものの、結局御三家はマジカル交換で腐るほど手に入るようになるでしょうね。